国鉄セラ1系貨車は、かつて、日本国有鉄道で運用されていた石炭車の1、形式で、最初で最後の17トン積石,石炭車である。1957年から1965年に、かけて4129両が製作され、九州地区の石炭輸送に投入された。九州地区の石炭輸送の収束に伴って、1986年度までに、 全車廃車になった。本形式の構造は、15トン積石,石炭車、セム 8000K の構造を踏襲したもので、二つの排出口を有する墨箱を大枠に乗せたものである。吸収地区用であるため、積み荷の取り出し方式は、そこ開き式である。本形式では、セム 8000K の墨箱を170ミ、mm、リメートル高くした墨箱を搭載することにより、 同形式より荷重を2トン増加させた。そして、荷重の変更に対応して、本形式のブレーキ倍率は、セム 8000K のものより、わずかに大きくされた。台枠の側張りを強化し、車端部を除いて、中量を省略している。本形式の登場当時、すでに二段リンク式走り装置が実用化されていた。しかし、本形式には、車体の構造上、 これが採用できなかったので、旧来のリンク式走り装置が採用され、最高運転速度は、旧来の石炭車同様時速 65km に制限された。そのため、車体色は黒であるが、1968年10月ダイヤ改正では、木1号の帯を側面に表記した。識別のため記号に、ロが追加され、ロセラとなった。本形式は、 1957年度に750両、翌1958年度に400両を申請され、九州地区の石炭輸送に使用された。1959年度以降、従来の15トン積み資単車2005両を本形式に改造する工事が行われた。工事の内容は、墨箱の継ぎ足しによる容積の拡大とブレーキ装置の一部改造による、 ブレーキ倍率の変更であった。また、状態不良の二軸無害車を本形式に改造する工事も行われ、この工事は、解体した無害車の輪軸、タンバネ、自動連結器制御弁、ブレーキシリンダーなどを再利用し、申請した大枠、墨箱、ブレーキ装置と組み合わせるものであった。同社に、車掌室を取り付けた環球車が、セフイチ系である。 セム8000系等に、車掌室を取り付けた環球者が、セムフ戦系であったが、車掌室が非常に狭かったので、常務に支障を来す恐れがあるとして、広い車掌室を持つ、セフ1系の申請と、セムフ戦系等を改造して増備された。各年度による製造会社と、量数は次の通りである。セラ2206、ありがとうございます。